はい、順次です。ではアユナビーザプリファレンス続きをやっていきましょう。この第2ステージ、パズルギミックステージの、多分ボス戦だと思いますので、近くでね取って突入だ。行きましょうか。ゴー。さて、お、可愛らしいウサギちゃんボス。あ、この BGM 聞いたことあんな。でって、あ、ちょっと戦闘に集中しよう。体力は15と、そして可愛らしいウサギちゃん、あ、右上にカットインというか、絵が描かれてますね。よし、では行きましょうか。2戦目ゴー。これまた何かのゲームのキャラクター、うく強、いくつかの攻撃パターン経過、またあ可愛らしいカラフルボール、あ、でも意外と早く倒せるかもしれない。これ乱数だよね。何かのゲームのキャラクターなんでしょうか。あー、着地時に、地響きと一緒に砂嵐が起きると。キャラ名はフラウィンラビット。まあ空を自由に飛びますから、そんな名前がついてもおかしくはない。さあ来い。なんかとりあえずダメージチャンスは降りたタイミングでしかないですから。で、うわー、なんかちゃう、いろんな、なんだなんだ、とりあえずジャンプ打ちか。ジャンプしながら球を打ちましょうか。どこに着地してくるかによるけど、よしよし、与えた。いや、意外とこれ、あ、くそ、なかなかすばしっこい。この人参ばらまき、大好きな人参をたっぷりばらまいてくれるのはいいんだけども、とりあえずあまりジャンプしない方がいいのかな。そうですよね、距離を保ってジャンプはあまりしない方がいいか。その着地攻撃をした時だけジャンプするっていう、あ、結構最大ダメージ与えられてる。ちょっと待って、うっ、さあ来い。かわいらしいラビットちゃん、なんかまた素敵な BGM ですね。陽気な BGM だ。それ何、そのガチャガチャのボールみたいな、危ねえな、もうおっかな。かき消せる、そんなことはないか。おーっと、ダメージ結構当てられてますね。怖い。さて、あおっと、ばらまき、ある意味これは、ちょっとした休息ゾーンでしょうかね。基本当たらないんで怖い。よし、 OK、 最大ダメージ中。よし、 OK。 そしてよしよし、またこれ来た。左端でスタンバって、ちょっと過ぎたあたりで着地するから、そこでいけいけいけ、待った。うわ、そういうアクションゲームにおける敵キャラまたはボスキャラの体当たりって、とにかく強くて、相手は与えられるけどこっちは与えられないので、うっかね。よしよし、いやー厳しいねこれ。なんかサクッといけるかなと思ったけど意外と強い。このプロペラ人参はちょっとその戦闘のね、このほてった熱を冷ましてくれるから、結構いい攻撃ですかね。あんま連発されるとダメージチャンスにはこれ、危ねえな、ならないんで、よし、このドッスン攻撃はすごくいい、ダメージチャンスになる。パワーボール、この後だよね。よし、危ねえ、 OK。 待て待て、危ねえ、ちょっとそこ、いや勝てそうなところまで行くんですけど、あとちょっとのところでデスっちゃう。今だいたい20分ぐらい戦ってます。結構強いぞこれ。勝てそうに見えたんだがな、この、接近、体当たりがとにかく強いのこいつ。それさえなければ、よしよし、離れてってくれる分にはいいぞ。よしよし、いいぞ。でこのガチャガチャボール攻撃、危な、頼む。よし、今危なかったね、奇跡的な回避。さてプロペラ人参タイム、これだいたい浮き上がったところに着地するんで、接近されて撃たれたんだったら反対側に逃げた方がいいですね。そうしないと、危ね、今も危なかった、頼む、こっちこっち、ちょっと待って待って、いけいけいけ、よし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 、きゃ、ヒヤヒヤする場面何度かあったね。危ない、本当にかすったような、そこジャンプしちゃダメでしょみたいなところが功を奏した、そんな場面ありました。では入ろう。いや強かったぞ、帰ってきた、セーブ。よし、じゃあ続けて第3ステージ、ここ入ってきましょうか。この勢いを止めんな、ん、洞窟ステージ、とりあえず看板、あ、ちょっと待ってね、よいしょ、あ、ちょっとバグったんで少しお待ちください。よし、大丈夫そうでしょうかね。はい、では、ここではキッド君が敵や障害物に当たると死亡しないで停止します。一定時間が経つとゲームオーバーになります。ピンクのキャンディーを取ると回復するのでゴールを目指しましょうか。
まあ、ひとまずやって覚えてきましょうか。当たると停止して時間が経つと死亡か。まあ、やってこうか。よっ。ああ、また何かファミコンをこうなんかアレンジしたような、アレンジじゃないわそうですね、こう題材としたようなステージ、それから BGM になってますね。飴取るとキッド君の体力が上がる。でもここは触れざるを得ないよね。あ、避けられるか。とりあえず、あ、体力減ってってますね。あーなるほど、分かった分かった分かった、そういうことか。分かった分かった、時間制か。そして飴を取りながら、あ、やばい、取りながらゴールに向かえと。あの、体力を切らすことなく、そういうこと。やばいねこれで、体力がなくなるとデスすると、そういうことでしょうが、これ取る必要あるのかな。よっ、ちょっと分からんけども、まあやってこうか。どれぐらいの時間配分かってのも、あ、やべ、あーで停止しちゃう。え、これってもう動けな、あー大丈夫か。でももうこれダメか。あー、わかりました。あ、こっから始まるんですね。いいでしょ、いきましょうか。そしたら飴を、あ、また青い飴は取っちゃダメなんだ。あれ取ると体力減りますね。じゃあまずはここの飴、これよっ、これと、やっぱ上からじゃなきゃダメ。さっき取れたけどね。よいしょ、厳しいところだなこれ。飴取りながら行く必要が、取らないと、なんていうか、扉が開かないとかなのかな。それかどうなんだろう。ただ体力を減らすことなく突破すればいいのか、もうそのあたりはちょっとわからんけども、ひとまず、あ、しまった。ちょっと待って待って、ここは結構長いね、結構長い。要は当たって、うわ、そしてこれまだ復活してもすぐすぐ、ちょっと無敵時間あるから、よっ、よしで取る。これ一回もここに当たって、いやー、そうなるよね。トゥルジャンでいけばなかなか、よし、オッケー。まあでも結構食らってますけど、うっそん、いやー、このロスはでかいな。中間もないからもう、このまま行ききるしかないか。よっ、よし、やばい、体力がもうない。あ、いや結構難しいですねこれ。最初の雨無視しちゃっても良さそうですよね。でもし後半行って雨全部取んなきゃダメだぞということになるんであれば、その時に初めて、うわ、やばい、考えていけばいいかなと。でここはもうね、この無敵モードを利用して行っちゃう、これでいい。いやー、ここちょっと、ここなんで、うわー、そこだよね、そこがちょっと厳しい。ここで当たると下に落ちるのが厳しいんで、あ、でもここで無敵モード使っていけば、ほっ、うそん、しかも取っちゃった。よっ、頼む、よし、これた、これた、ほっ、いいよ。そう、でっかいの取るの大事。よし、初めて来てるよ。それ下、うわっ、いや、ここも一気にいっちゃおう、一気にいっちゃう。あの、無敵モードを使っていく、先を見せてくれ。よっ、よし、ここまでいっちゃう。で、あ、もうちょっといけたな。それって、え、早く来てきた、このリフト、あ、しまった待ったのに、あ、でも結構余裕あるか、これなんか余裕ありそうですね。よっ、よしよし、で、よっ、危ない、それ取んなくていいか、ちっちゃいのはいいや。よっ、あ、え、うわー、体力、え、セーブないのこれ、うわー、いやー、そこで当たるか。いや、ここむずいんだよな。まあ、特にここで当たるか当たらないかでだいぶ変わってくるが、よし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 、これはいい。もうね、あの、青いキャンディーはなるべく取らないようにいかないと。よっ、よしよし、ここはいいね、一気にいっちゃう。今回調子いいんじゃないこれ。ほっ、ここミスなよ。あ、ダメか、だったらもう一気にいっちゃう、一気にいっちゃう、走り抜けるけど、あ、ダメだ、そこで一回、よしよしよし、いいぞ。これ多分ここ当たっちゃうけど、あ、いけた、ナイス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 、ほっ、いいぞいいぞ。あ、今回すごく調子いいぞ。で、これはもう一気にいっちゃう、よしよしよし。で、これどこ行けばいいの、とりあえずこれとこれ取って、左下か、左下じゃない、右下か、右下、上に上がっていった方がいい、右下。あ、でもキャン、え、あ、あったあった、ゴールあった。ってことは
こう来て、あぶね、こう来て、そこでふわっと、よしよしよし、で取って、あ、よし、体力は結構余裕ある。そしたらここを、これ待って、そこに当たっちゃダメ。せめてそう、地面の上になってる針に当たってくれればいけたんだよ。もうなんで上に、このマップですね、めちゃめちゃまあ難しいんですが、まあえてダメージを食らうことによって作られる無敵時間、それをうまく駆使していくことによってだいぶ短縮化っていうか測れるんですよ。まあ、例えばここも当たっちゃってよくて、で、まあ、無敵時間をとりあえず作るで行くんだけども、このままこっち行っちゃう、これでいいと思うんですよね。どうせ多分左の方で一回当たるんで、だったらもう最初から食らっていくスタイル、それで行った方が、まあ、うまく使っていく。まあ、ここもそうなんですよ、なるべく、ちょっと待って、早めに解除されて、行ったらもう先に降りちゃってこっち行っちゃう、これぐらいで多分いいんだと思うんすよね。よして一気に降りちゃう。よしよしよし、だいぶ短縮できた。ここももうここで当たっちゃう、そうした方がいいよね。多分この方が結果的に結局ここで回収できるし、で最後の鬼門ここで当たれば、よしよしよし、あとは無敵で入れば、だから当たって、まあ、当たらずに行ってもってなところですけども、よし、じゃあいけるかな、上キーか、よしよしよし、いや難しかったぞこの1マップ、まあ、ということで、なんていうか、そのうまく、この当たるっていう行為も駆使していくっていうのが大事なステージですかね。まあ、何もこうかわしきるっていうのも、まあまあまあ、技術的にはね大切なことですけども、多分そういうところが含まれてるようなステージですかね。よし、じゃあ2マップ目、ここ越えたら終了しましょうか。ではリスタートして、まずはどういくか、ちょっとなるべく短縮か、そこ乗って、もうそれ、まあ、とりあえずその青いの取っちゃったらリスタート。それはどうだろう、ここは矢印乗って、あ、いいねいいね、ここも当たっていった方が良さそう。そうね、当たっていった方がいいね。下降りても、まあ、回収できますけども、その回収、これは下から回収しよう、この方がいいか。ここはまあ、あ、まあ、ここ6つ、ショートカットできなく、うわー、足場矢印ちょっと厳しい、待って、待って、お腹、ここブザー音大きくないですか、そうでもない、矢印のところで触れちゃうとまずいから、とりあえず登り切って当たるぐらいの気持ちで行こうか。よしよし、結構回収できるね。そこか、でそこ、よしよし、で上が、待って待って、一マスがむずい、一マス、待って待って、嘘、それはなし、一マスミスはなしよ。まあ、でもまだチャンスはあるか、あるか、うわ、いや、いや最後もちょっと難しいな、その後半、よし、一気に登り切っちゃう、まだまだ巻き返せるよ、まだまだいけるよ、ほ、あ、いいか、この無敵モードを使って、まあ、上まで上がっちゃえばいいかな、いけるか、あー、ここむついんだよな、待って、ちょっと待って待って、トマスむず、この序盤なんですけども、安定する方法が、まず一旦ここでぶつけて解除されたら取ってもういっちゃう、これが多分いいんじゃないかなと思います。結局でかい飴取れば結構回復するんで、なんでもう全然ぶつかってって良さげだと、やばい思うんですよね。ここもで、そのなんか一マスハリネズミじゃなくて、ハリネズミはないか、ヒトマスネズミがむずいんだよね。なんかブロックの形状からか、いまいちちょっとまだ把握できてなくて、当たってしまう自分が、よし、いるが、そこも難なく超えていくスタイルでいこうか。頼むよ、ここむずいんだよね、いけるか、なんでこれいけた、待って、罠あるんかい、よかった、今落とされてたら結構厳しかったね。ほっ、よし、これもまた針だと思え、針、よし、オッケー、いけるか、これ後半結構いいぞ、いい調子、これ一回取ろう、でよいしょ、そこ、これも、あ、これ当たってっちゃった方がいいか、無敵モードで行った方が確実、確実よ、ここもそう、ここも無敵モード、あ、しまった、待て待て待て、ダメだ、しまった、2個も取っちゃダメ、無敵モードで行けばよかった、
まあ、いくら無敵モードを使っていくとは言ってもなるべくは避けていきたい。それがやっぱりアイワナプレイヤーとしてはあるが、まあまあ仕方ないところもありますかな。よいしょ。で、OK。で右上取って、その下、まあよからぬところでロスをしないようにしましょうか。よいしょ。ここも注意。よし、OK。OK。ここがむずい。ワンジャンプ。よし。よし、いった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 。いいぞ。ほっ。危ない。で、ここも注意よ。いくよ。ほっ。よし、ナイスナイスナイス。これベストだぞ、ベスト。そしたら、すごい安定をして、ここからなんですけど、まあ、ちょっと先がどれぐらいあるか分かんないけど、まず一回当たる。ここで当たって、で、次もここで一回当たりましょう。で、結構ね、体力の減り、遅いんで、まだ間に合う。で、取っていっちゃう。よし、これでいいでしょう。あ、また。これまだあるかな。でも、でかいキャンディー取れれば、結構回復するんで、もうゴリ押していくか、ゴリ押して。あ、いける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 、よし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 、オッケー。で、あ、セーブあった、ナイス。これあれか、ミディアムセーブか。恐ろしいね、ハードは。はい、ということでなかなか難しいステージ始まっちゃいましたが、なんとかね、この無敵モードを駆使してこの先攻略していきたいと思いますですね。はい、では次回も頑張っていきましょうですね。では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。